はこんばんにちは、豆腐です。さあ、中央ガチャ170連今回は引いていきたいと思います。いや、結構ね、皆さんね、ラウタロ引いたとかポグバ引きましたみたいな方がいたんですけど、私はね、現在、星5、0人ですね。もう終わるんですけど、もう終わるというか、終わったね。終わりました。終わりましたけど、0人でした。マジ？1週間引けるやつが0人。辛いね。ってことで、今回はこの170連で逆転していきたいと思う次第でございます。1週間の方と合わせて170連で合計240連引けて、4% なので、8人9人ぐらいかなって考えたら、私はきっとね、この170連で10人ぐらい引けるんじゃないかなと思うので、今算数できないと思った人は、優しい目で見てください。はい、170連引いていきたいと思います。狙いはね、もう当たりランキングの動画出したので分かると思うんですけど、ラウタロ・ポグバ・エリクセン、はい、ここしかないね。で、あえて言うのであれば、エリクセンが好きなんです。私は本当にエリクセンが欲しい。このポグバがマンチェスターユナイテッド所属のポグバだったら喉から手が出るほど欲しかったですが、ユベントス移籍後のポグバなので、まあエリクセンですね。圧倒的に一人でいいからエリクセンを私にくださいってことで引いていきましょう。今年のさ、年末は何になりますかね。何染めが来るかな、気になりますよね。なんだろうね、ワールドカップのベストイレブンとか。結局さ、ワールドカップ、ジエリンスキー、急に来るやん。ありがとうございます。あれなんですよね。結局、ワールドカップの時に来たやつが、南米スターズだったので、悪くはないんですけど、やっぱりちょっと皆さんが求めてるもの？いや、ちょっと言い間違えましたね、今。お、待って待って。エリクセンじゃない？これ。いや、マジで嬉しすぎる。やった、司令塔に求められる仕事の全てを。仕事のすべてを、すべての仕事をの発音で言ってしまった。こいつずるららら、ミッドフィルダー、なんかカタールから帰ってきてからより滑舌が悪くなった気がする。的確な最適なプレーを選択することができる。はい、ありがとうございます。これ以上言うとカミカミなのがバレるから読まずにいきましょう。でちょっと話を戻しますけど、ワールドカップのガチャじゃなかったじゃないですか、南米スターズみたいな。さ、もちろん嬉しいんですよ。ジーコ強いしさ、ドゥンガもいいしさ、ね、ペレもね、イマールもメッシも好きだからいいんですけど、やっぱさ、我々が求めてるのはワールドカップガチャじゃないですか。特に日本代表さ、スペインとドイツを破ってあれだけ活躍したんだから、なんかもうちょっと強い日本代表ガチャとか欲しくないですか。皆さん欲しいですよね。欲しいです。ほら、今みんなの声が聞こえました。欲しいですって言ってた、みんな言ってたよ。ということでですね、お、待って、インサイドハーフだから、これはあれか、フランスのトマレマルか。はい、ポグバかと思ってしまいました一瞬。そうなんですよね。だから年末もしかしたらさ、なんだろう、今までってなんか年間ベストイレブンみたいな感じだったんですよね。ただ今回はそうじゃなくて、ワールドカップ詰めみたいなやつが来てくれたら嬉しいよね。ワールドカップのベストイレブンとかさ、そういうのをちょっと期待したいな。せっかくのワールドカップだから、やっぱワールドカップのデザインが欲しいんですよね。私は、わかりますかね、この気持ち。多分ね、私の動画を見てくださってるサッカーファンのね、マニアな皆さんならね、せやなって言ってくれてると思う。画面の向こうで、せやなってわかるでって。今のソン・フンミンの顔ひどすぎるだろ。ソン・フンミンに謝れ。レイバン・クルザワ、ジェイミー・バーディー、さあ、アレックス・イボビー、今んとこでも星5、3人来てるので悪くないよね。ジョーダン・ピックフォードは、はい、これですね。私が今謝れって言ったソン・フンミン、大丈夫かこれ。ソン・フンミンこんなだっけ。一応ちゃん、あ、背番号ないんだ。ソン・フンミンに謝らなくて大丈夫かこれ。怒られないか、韓国のサッカーファンに怒られないか。我々大丈夫か。さあ、どんどん行きましょう。まだね、ロブタロとポグバ引けてないので、どっちか欲しいな。ポグバ欲しいな。ラウタロもめちゃめちゃ強いんですけど、あれなんだよな、ムバッペいるので、そういう面ではポグバが欲しい。好きな選手が欲しいですよね、やっぱね。あ、それ言うならエリクセン貫突したいから、エリクセンあと2、3体引きたいな。
私の動画の視聴者さんでサイドアタックの時の170連とあの日々のね70連1週間分足してハリケーン3体か4体引いたみたいな方がいらっしゃってですね、やばくない？ハリケーンそれだけの数引くのはもう大当たり以外の何者でもなくない？ソン・フンミンに謝れ再びモドリッチへ。リサンドロ・マルティネス、リサンドロ・マルティネスも私結構好きですよ。フォード、そうなんですよね。フェデリコ・バルーレでケインがね複数引けた方はマジで羨ましいですね。特にケインゴレアドールだったので、今回のあの南米スターズのセンターフォワード枠に、あ違った、ケインフィニッシャーか、旧ケインがゴレアドールなんですよね。あのイングランド染めの時のケインね。だから私はね、あのイングランド染めの時のケインの餌にしたかったんですよ、新バージョンのケインをね。新バージョンのケインの方が強いんですけど、イングランド染めの時より。なのでケインが本当に複数体欲しかったんですが、ちょっと1体しか手に入らずね。あの相変わらず私のセンターフォワードゴレアドールは、あのポゼッションのペレが頑張ってくれてます、サイドの選手ではなくやっぱ戦術は揃えたいですよね。っていうか待って、初めの20連で3人来て調子いいなと思ったら、そっから一切星動かないけど、コラシナツ、コラシナツ懐かしいんだけども、アダム・ララーナやばい、マジで来ないぞ。カンテやばいぞ、大丈夫か、あと何回引けるんだ、あと110回か。70連で今んとこ3人、60連で3人かな、悪くないよ。頼む、ここでもう1枚引いて逆転していこう。ダビデ・カラブリア、星5来い。スラロームドリブルは星4、星5来い。違うね、ポジションだから違う。ギリョーネって名前かっけえな、アンデレ・エレーラ。おっと来ていく、いや待って、これはもう待って、エクストラピンポイントシュートだからラウタロ・マルティネスじゃない方のあれだ、メキシコのラウール・ヒメネスだ。クソ、ラウタロだと思ってめちゃめちゃ喜んだら、エクストラピンポインなんちゃらシュートとかいうなんか名前が来てた。クソ、ラウタロが良かった。いやー、センターフォワードフィニッシャーまで来てラウタロじゃないと落ち込みますね。いやー、ラウル・ヒメネス好きなんだよ、ラウル・ヒメネス好きなんだけどさ、今回ラウタロ・マルティネスが強すぎるんだよな、マジで。あの強さはね、本当にね、欲しい、マジで欲しい。タディッチさあ行きましょう、どんどん行きましょう。フィル・ジョーンズ、おっと誰だ、テクニカルパスカットの時点でもうちょっと弱いんだけど、あ今回クリステンセンしかいないのか、センターバック。クリステンセンな、クリステンセンな。はい、待って、ポグバとラウタロが来てないよポグバとラウタロが来てないよ。せめてポグバだけでもください。せめてポグバか、あとエリクセン2人かどっちかください。ロレンツォ・ペレグリーニ、スパイダーセーブ、ファビアンスキー。もうポーランドのゴールキーパーといえばシュチェスニーがね、君臨しているんでね、シュチェスニー素晴らしいキーパーですよね。ワールドカップでもね、本当に素晴らしいなと再確認しましたが、あの化け物エムバペの前に蹂躙されましたね、ポーランドはね。フランスやばいね。なんかあのカンテ怪我、ポグバ怪我で、まああのベンゼマ怪我でどうなることかと思いましたが、まあね、タレントしかいないからね、すごすぎるねフランスね。おっと星5来ていく、来ていく、ラウタロ・マルティネス、ありがとうございます、マジで嬉しい。この選手は本当に強いですよね、マジで嬉しいです、ありがとうございます。いやーマジで嬉しいね、いや超嬉しい。特にラウタロに関しては将来性もあるので、ちょっと今回はね限界突破で監督まで持っていく目と立たないんですけど、絶対所持しておいて損ないと思うんだよな。ありがとうございます、ラウタロ・マルティネス手に入れていく。あとはポグバだけだ、ポグバだけ、ポグバだけ、あと80連でポグバフェデリコ・ファシオ、あと80連でポグバ1体、ラファエル、あケシエ、ダイナミックセーブは違う。ベルギーがねまさかの予選敗退でしたね。それ言ったらドイツもまさかの予選敗退なんですけど、いやー日本は素晴らしい試合をしてくれましたね。それこそさ、あのスペインに日本が勝った時とか、
もうあれですからね、周りのね外国人の方の方が日本人より盛り上がってましたよ。もうみんな歓声上げてた、うわーっつって。なんか日本だと公共の場で歓声上げるって考えられないじゃないですか。やっぱそのカルチャーショックがすごかったですね。マテアペリン。おおお、待ってくれ、来た。いやー、今回はいい引きだね、ありがとうございます。こんなにばらけると誰も貫突できないんですけど、ポグバ、エリクセン、ラウタロと、いや素晴らしいですね、これはマジで嬉しい、ありがとうございます。いや超嬉しいね。まあ、ポグバはね今回性能的にもすごいいいんですけど、純粋な強さ的には本当にラウタロぶっ壊れてると思うので、これぐらいのね素晴らしい性能でこれぐらいのいいスキル持ってる選手だと制限戦とかで大活躍してくれるんですよね。とりあえずレベル50の状態で制限戦で使って限界突破1回もしてなくてね、で後半から貫突した選手のジョーカーに変えればいいだけなので、意外とね貫突しなくても使い道はあるかなというところで、ありがとうございます。結構引けた気がするよ、星5が。え、ポグバやん、やばすぎ。待って、ここまで来たら貫突したい、マジで。あー、2人か、2人じゃ無理だな。あとな、ポグバはマンチェスターユナイテッドの時のポグバがなないんだよな。めちゃめちゃ好きな選手なんですけど、やっぱユーベに行っちゃうとな。エリクセンの方が貫突したいですよね、個人的にはね。皆さんってちなみにあれですか、どこのクラブが好きなんですか。もしよかったら、もしよかったらねコメントください。このクラブ好きです、おすすめの選手これです、あの知らないクラブでもおすすめの選手言われたらその選手のプレー映像とか見れるじゃないですか。ぜひぜひやりたい、やりたいね、やりたいわ、見たいわ。みんなのおすすめクラブ知りたいですね、好きなクラブ、応援してるクラブ。以前コメントいただいたところだとアーセナルの方とか、あとは待って、 PSG の方は聞いたことないけど、ローマの方いたね、ローマ、ミラン、ユーベ。ユーベガチャが3周年で来た時にはユーベガチャ、ユーベ好きな人のコメント結構来ましたね。みんなユーベ好きなんですね。私あんまりセリエ見ないんですよ、私どっちかというとプレミアばっかり見るタイプなので。さあ雑談をかましていたら残り30連ぐらいか、ベンデイビス。さあ残り30連いこう、あ40連だった、嬉しい。30連だと思って40連あると嬉しい、あの全部で弾ける数は変わらないのに。デイベル、マチャド、あと1人ぐらい星が欲しいね、アンドレア・ベロッティ。今回結構出た気がするんですよね、誰が出たっけ、エリクセン出て、クリステンセン出て、トマレマル出て、ポグバ2体出て、ラウタロ出て、ラウル・ヒメネス出て、7体ぐらいかな今、誰か忘れてなければ。いいんじゃないですか、 4% で170連で7体。おお、イブラ、イブラはマジでミラン染めのやつ貫突してよかったなと思いますね。やっぱ好きな選手使ってるとテンション上がります。ウスマン・デンブレー、さあ来い、あと1人、チクウェゼ、チクウェゼじゃなくてあと1人欲しい、来い、出てこいや、テルジッチ、んー出てこいや、イルカイ・ギュンドアン、ギュンドアン、ヴェルディ、あーはーん、ミヘル・フラップ、なんか可愛い名前、フラップオペンダ、フラップオペンダ、フラップオペンダ・ラノッキア、はい、フラップオペンダ・ラノッキア・トリアン、フラップオペンダ・ラノッキア・トリアンからの残り20連いきましょう。さあ来いテクニカルドリブラー、ダニー・ロドリゲス。いやーまさかね、スペインの選手を見るたびにね、日本がスペインに勝つと思わなかった、マジで。日本おめでとうございます、森保監督すいませんでした今まで、おいおいとか、交代さーとかって、交代使えよとかって思ってすいませんでした。まさかワールドカップの本番まで全て国民まで含めて欺き続けるとは思いませんでした、ありがとうございます。ジャック・バトランド、ストライカー、ジャンビグヘッド、ケテルク、あージェコー、なんだこの前回のサイドの時もそうだったんですけど、後半怒涛の星5のこなさ、何なんだ、大丈夫かこれ。3分4分ぐらい前に動画終わってても動画の内容変わらなかった説あるぞ。ルカ・モドリッチ、
モドリッチ来すぎでは。ラファエル・ゲレーロ、あー、ラファエル・ゲレーロマジで好きなんです私。知らない方は見てください、めちゃめちゃいいプレーします。ウェイドフィールド組み立てセンターバック、ウムティティ来ていく。ポグバじゃないかこれは。やばいマジか、3人目は嬉しすぎる。やったー、ありがとうございます。できればこの人数ハリーキング欲しかったなんてことは思ってないよ。ありがとうございますポグバ、嬉しい、マジで嬉しい。怪我がね、怪我さえ治ればねポグバ本当にいい選手なんですけどね。ってことで今回の170連はこんな感じです。サイトのね、大爆笑を取り戻すかのようなポグバラッシュ、ありがとうございます。なんなら最後の方星5ポグバ以外来なかった気がするけど、はい。ということで今回の超トップガチャはこんな感じです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様のねお手元にはラウタロ・マルティネスがいっぱい来てることになっております。トークでした、バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした、バイバイ。